メント流れないので一回くるりと回させていただいております。あ、ここで撮るんだ。あ、いけたいけた。こんばんは。ちょっと明るくしたいよ。出たんです。カルチグルペイコールキガイさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。よいしょ。今日は花は誰のもの公演、花は誰のもの公演、ありがとうございました。昼夜公演だったんですけど、すごくあの楽しかった。行こうよ。そう、やる公演はミーヒーの生誕祭でもありまして、そう、お祝いできてよかったですね。右の生誕祭毎回出てるかもしれない。そう、昼会見に行ったよーって、嬉しい、ありがとうね、またおいでね。頑張んなそう、頑張んなそう。ひなちゃんとゆみりんのやりとりにめっちゃ笑った。え、なんだろう。なんだろう、どこの部分だ。マジで美人すぎてビビった。美人オーラ放たれてしまった。トークのやつ、そう、歌トークのやつ、ひなちゃんなってて、おきちゃんになったんや、そこが。そう、今日おきちゃんになってて、ナイスでーすっていつもやってたんですけど、そう、許すぎやらなくてよくなったかな、あの、ゆりんが、うんうんって言ってきて、そう、うんうんうん、やらない、やらないってひなが言ってた。10年逃して広島滞在してるよって。間に合わんかったんか、それいかんね、それはいかんわ。どうするん。漫画喫茶寝泊まり、急遽寝泊まりできるんか。まあでもできるか、ホテルいっぱいあるし。ね、そうだよ、うん、TikTok、 TikTok は今日はポニテ制服エモエモひなちゃんでした。そう、今日の TikTok ね、まだ見てない人はね、見てくださいね、あげてますんで、はい、写真集が2冊届くことになりました。あら、もっと増えてもいいと思います。なんか明るくしすぎたかもしれない。ピカピカひなちゃんだったかも。こんぐらいか、難しい。
更新されてすぐ見た。嬉しいな。そう、あの今日の TikTok でね、あの見た人はね分かると思うんですけど、線香花火を持ってたじゃないですか。そう、今回制服×海×花火っていうのを私やりたくて、どうしてもそう、あれ私が言いました、花火がしたい、撮影前のミーティングみたいな時、写真集ミーティングの時に、私が制服と海と花火で撮りたいんですって言いました。うん、さすがに青春だよ。うん、エモい写真が撮れてるので、写真集お楽しみにお楽しみに。寒くなかった、夏に撮ったけんね、寒くなかったよ。そう、あっちあっちの時に撮ってます。そうです、そう、パリテカワチ嬉しい。そう、お昼に撮ってるやつ、まあ、TikTok に最初の方に上がってるやつはストレートおろしの日朝なんですけど、そう、あれは海で遊ぶからバニタにしましたそういうこと。セク花火以外にもやってたりする。そう、花火やった、手持ち花火した、パチ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 って。そういえば今日かわいいハーフアップにしてもらってるんですよ。ちょっと見ますか。見えてるこれ。見ておりますでしょうか何をやってるの私は。かわいいって、お、見えてた、嬉しい。そう、シュアの時に見えてた、あみあみなの今日よいしょ。うん、これ自分じゃできないからね、メイクさんにねやってもらいがち。そうです、女神ゴール女神ヘアまさかの女神ヘア、キラキラ。昼はハーフツインのストレートをしてたんですけど、フックちゃんがすごい褒めてくれました。めっちゃ褒めてくれた、もうなんか早口で何を言ったらか分からないぐらい褒めてくれた。そう、めっちゃ褒めてくれたフックちゃんが、早口ですごい何かを言ってくれてるんだけど、頭に入らないぐらい褒めてくれた。そう、わあわあってちょっと待って、あ、ありがとう。そう、最終的に言った言葉を覚えてる。ひなは何歳になっても一期生の妹なんよって言ったのが最後に残した言葉だったそう、最初に言った言葉はめっちゃそれかわいい、そのハーフツインめっちゃいいって、もうなんか髪の毛がサラサラでその高さも良くてみたいなダラ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 褒めて
めっちゃ褒めてくれたけど、そう。面白い、本当にゆぐちゃん。うん。そう。今日あとね、昨日の配信でね、そう、メイク難民って言ってたじゃん。こう夏にから秋になってこうメイク難民って言ってたんですけど、あのメイク決まりました、今日で、ね、このメイクでいきたいと思います。あとチークの色をちょっとだけ赤寄りのピンクにしたいと思いますが、今日に決まりました。そう、福ちゃんも褒めてくれたし、ミヒヒンも褒めてくれたし、ヌさんも褒めてくれたので、近くにいる人みんな褒めてくれたので、私の2022秋メイク、うん、俺も褒めてるよ、あら嬉しい。福ちゃんにひなちゃん推しですって言うとセンスいいねって褒めてくれます。自分推しで言われてセンスいいねって言うんじゃなくて、ひなちゃん推しですって言ってセンスいいって言われるの面白すぎる、福ちゃん。そう。わろちゃん。が福ちゃんが帰りにゴローンってしてたから見てて、私は見てるのに気づいて。なんか昨日その上に乗ったの、福ちゃんの上にゴローンって上に乗ったら、ひなの枕になっている有機物でよかったって言うんだ。もうワードセンスが福ちゃん面白くって、本当に、うん、本当に面白い、うん、笑顔になった。有機物でよかったって言葉出てくると思って、すごいなって思いましたね。やっぱ福ちゃん ST の中で一番賢いかなって。いや、一番じゃないのか、いやでも一番ぐらい賢いので。そう、ワードセンスが。うん、有機物も出てくる。有機物も出てきちゃう。そう、今日も面白かった。今日も楽しかったね、ハム太郎って気持ちになりました。はい、へけへけ、ハム太郎なのな。明日の話し会準備しないとです、やばい、気合もしないといけない。メイクを決めてなくって、だってハロウィンメイクって言ってもあんまりハロウィンすぎるとみんな怖いってなっちゃうかなと思って、可愛いぐらいのハロウィンメイクでヴァンパイアってどんなメイクだろうって今思ってます。あ、そういえば歯をねちょっと買ってるんですけど、もしかしたら喋りにくいかもしれんけ、喋りにくかったらね、歯は写真の時だけつける予定なんですけど、ちょっと一回歯を持ってきます。あれ？なんかこの
どみんな今歯どこに置いたっけ。あとでママに聞こうっと。じゃあ歯なくしました皆さん。てかマリラちゃんまだおったんか。お前は戻してこよマリラちゃん。マリラなんだけど、マリラなんだけど、なくしたぞぎょーん。いちゃ、あーそうだ、あそこに置いたんだ、衣装部屋に置いたんだ歯は思い出した、思い出した、思い出した、ひなが直したわ、記憶が戻った、歯をあっちに置いてあったけん衣装部屋に置いたんよ。そうメイクと何にしようかな。ちょっと練習してもいい今急に練習し始めてメイクどんなのがあるかな。だいたい赤い色のアイシャドウを使えばなんとかなるかなと思ってるんですけど、目を赤にしたりかな、この辺を、この辺を赤にして、ここに血つける、血もうできるね。明日のコスプレまで持ってきてくれた。センスが合わない場合はカットをして使用できますって書いてあるんやけど、なんてできるんか。私は不器用代表だぞ、かなりの不器用代表だけど、これ開かないよ。まずまずこれを開けることから始まるのか、私の明日のハロウィン。みんなもハロウィンの格好して来てくれるの。ミニするだけでいいのこれ、本当にそういうこと、喋れるこれで。絶対喋れないよこれで。これ完全に、これ完全に絶対喋れないだ、これみんな。これ絶対喋れないだよ。こんなことある。言ってるのかい。シールとかでもないんだ、これこれ絶対に食べれないやつだ。下の歯にやったらいけるか。どっちみち無理だ。カットしたらいけるのかな。それかカット、きっとカット、きっとカットしよう、きっとカット。
全然うまくカットできるやつじゃないかも。このハサミだと無理かも。やめておこう。やめておこう。不審用だな。あとなんかつけ耳もあるんですよね。そんなこともあろうかとは。これも装着するだけっぽい。耳にはめて装着します。説明短い。え、ちょっと待ってよ。あ、これもダメかも。装着が、えってぐらい難しい。これ装着が、え、私の耳の大きさと、不一致説出てますよこれ。よし、なんとかなんとか左耳がはめられました。右耳もはめていきたいと思います。こんな絵も一度も貼っております。トントカタン。はめれない。はめれない。お耳はめれないよ。お耳のサイズがまだ絶妙に合ってない。おもろいことなってるって。なんか耳というか何かこうつけましたみたいつけましたみたいな感じじゃない。すごいすごい喋りにくい。そして音が、自分の声が聞こえにくくてすごい喋りにくい。ちょっと耳そうどう。意外と可愛い。マジか、意外と可愛いか。うん。血の色とか持ってないよね。どういうメイクしたいんだ。赤くしたらいいか。適当すぎる。赤くやったらいいか。メイク赤くちょっとキラキラさせとけばハロウィンメイクってなるよね多分。アイラインで傷を作るか。それかアイライン。ちょっと待って、よいしょ。
しょ。ハロウィン緊急会をしていきたいと思います。チャ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 ララン、チャ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 ララン、チャ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 、ポピッポー、パララッパッパン、パララッパッパン、パララッパッパッパン、パッ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 パン、パララッパッパン。まあ、あとお風呂入るだけなんで適当に笑顔する。どうしようかな。そうですね、やはりまず赤を使う感じで、もうこの辺にきっと赤を乗せるといい感じなんですよ。ちょっとね、塗った後にちゃんとぼかす、こうやってピッピッピッってるじゃないですか。ちょっともうちょっとぼかしてって感じだったけど、こうやってこっちも、あ、こっち半顔メイクにしよう。どれだけハロウィンメイクができるか。ちょっとここにつけて、待って耳おかしすぎる。ママから LINE 来た。やっぱ耳おかしすぎるね。笑っちゃう本当に。そう、ヴァンパイアメイクだけちょっと雰囲気だけね、あの明日の練習用ですから。みんなの涙袋作るような色でちょっとこうシシってやって。でもあまりにもちょっと赤と肌色の境界線ができてないぞっていうところなので、この辺にもちょっと赤を足します。よいしょ、こんぐらいか。もうちょっと入れるか。こんぐらいだな。とんでもって、ここにもうちょっと、ここに足します。ピピピピ、芸術的作品を作りますよ。でちょっとこちらの眉毛に赤を足します。なぜ眉毛に赤を足すかと言いますと、目との目の赤と眉毛の色が合ってなさすぎるとメイクが合わないからでございます。はい、こんな感じです。こちらにですね、やはりブラックのアイラインをもう引いてあるんですけど、引く、引いてく。ほら、どうですか？ハロウィンっぽいんじゃないですか？ちょっとマスカラが、マスカラがどこに行ったかな。マスカラどこ？あった。ちょっと黒、黒そこ、この辺が大抵なのか。やって、やって赤いリップを塗れば大体のことはなんとかなるんじゃないかなって思うんですけど、赤いリップあった。ほら、こっちはヴァンパイアメイク、こっちは人。
こっちの方が闇落ちしてるんですよ、どう考えても。キュロン、黒いのがバレたねえ、こんぐらいでいいんじゃない。どうも、反対も同じようにやっていきます。テテテテレレン、テテテテレ、こっちショールームの画面を見ながらメイクしたら難しいんですけど、ちょっとちょっと難しいんですけどね。ピッ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 って言って赤を出す。赤がない。こっち聞きじゃないから全然わかんない。闇落ちしてる完全に。このメイクヴァンパイアだこれ、完全に。全然わかんないこれ跳ね上げラインにしたらいいんじゃない、今思ったけど。よっよっよっ、これを消す。あ、待って待って消えない消えないわ。あら、やだ、いて、メンバーを取りになって。あら、やだ、消えないわ、メンバーを取りになって。よいしょ、消す、撲滅させておりますよ。ついでアイラインを跳ね上げられるようにしておきます。こちらのアイラインはなかったことに出したいと思います。はい、跳ね上げラインを描いていきたいと思います。こちらのここにしょっ、え、なんかここに点ってなってるんだけど、え、なんで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 、全然わかんない。ショールーム画面だと全然わかんないんだけど。どう、釣り目ひなちゃんはいかが。あら、やだ、強気な女になってしまったわ。これ消して、今適当にやってたからね。明日の練習ですから、これハロウィンメイク明日の練習番上です、これ。よいしょ、ちょっと待って、さすがにこっちね、聞き手じゃない気にできないよ、まくん。ん？こっちはなんでこんなに黒いんだ？なんでこっちこんな黒くなっちゃったんだ？どうしてた？何が起きたんだこれは？ちょっと一回。じゃあ泣いてたの？ってくれ、黒くなっちゃった。衝撃。衝撃よ。なんか黒くなってた。目がそんなことある。目が黒くなってた。呪われてるかしら。
当にと言いながらメイクをするってなるとちゃんとしたくなってしまう。衝動に駆られています。よいしょ。なんだかこっちが黒いんですけど、まああまり気にせず行きたいと思います。赤くなりましたか？こっち黒いんですよ。なんかこっちの方がダークでいいかも。でもダークダークさを目指すならこっちです。この色いいんですけど、闇落ちひなちゃんですね完全に。ちなみに羽上げの色今下手です。普段しないんでちょっとやめてください。ちょっとここにほくろできちゃってますから本当にもう。難しいですからね芸術作品をね。ちょっとアイラインがうまくできたらできるんですけど、やはりアイラインというものは難しいですから。ピュピュピュってぼかしてちゃった。はい、種あげた。ヴァンパイア、ここに傷を描く。つかここにほくろを描く。この辺ほくろって自分で決めろか。この辺か、この辺ゴリゴリゴリ、このアイライン、ちょっとほくろをかけるタイプのアイラインじゃない気がしてきた。こういうのはね、あれやった方がいいんですよね。あれです、ペンシルアイライナーやった方がいいんですよ。あ、つかない？こんにちは、しない？大きいな。あ、やつ下手かもしれん、ほくろがくの。あ、あ、下手かも。なんかここじゃない顔出てる。やっぱほくろ。下手だな、いなちゃん。ここじゃないからね。ここじゃなかったかな。左上？この辺ってこと？ちゃんと指でこすらないであげてくださいね、皆さんは。消えた？あ、消えた、消えた。だったら、僕の描くのが苦手なんだったら、この傷メイクをここにピピピってやりたいと思います。いきますよ。これ、思い切りと、絵心が大事です、こちらの傷メイク。こうですね。この辺からこうですね。あ、全然つくタイプじゃないこのアイライナー。よよ、これ思い切り袖やっております。はい、よっと、もうちょっと濃く、
よ。はよ。こんぐらい濃くいっちゃうんですかね。で、ここに棒を描く。あなたあんまり出ないのかしら、もしかして。あなたあんまり出ないわね。あなたダメね。あなた引っ張り出してきたわけど、あなた出ないのね。いつも使っている、この子を使うのは気が引けるが。ピッってやる。ピッってピッピッ。あれなんか違う。私が想像してたのとなんか違うかもしれない。塗ってあるように見える。どう、ここ傷ついて塗ったんだ。どう、やっぱ 目の下に傷があるのかっこいいよね。どう、赤くなっちゃう。アート作品。ドン。ヴァンパイアっぽい。ひなちゃんの顔に傷がついたよ。ヒッヒッヒ。ヴァンパイアになっちゃいました。それ YouTube でここにこうやって傷をつく、こうここに傷をつけるのもそれはちょっと怖いかな。上手？本当？かわいいぐらいのハロウィンメイク難しい。このぐらいだとかわいい。まだ怖くない？ここにね、ちっちゃいだね。ヴァンパイアっぽいか。どう？ヴァンパイア慣れた、これ。残念ながら歯が歯がね、これ多分ね無理な気がする。無理な予感がする日の中で。やべ、手が汚れてた。あ、
ないない、あったこれで拭いて、ちょっと赤くなっちゃった、かわいい、痛い。おかしいよ、なんかね。うん。笑っちゃう。笑っちゃうわ。あり。みんなに確認していく。顔メイクあり。ヴァンパイアメイク。血付きの。メイクはアート。メイクはアート。遊び心が大事。考えなかいな。すごいありって聞けてる。嬉しい。じゃあこんぐらいでやりたいと思います。あの人はちょっとヴァンパイアの格好をして、そこのメイクやるのでもうちょっと可愛いです。見ますか皆さん、明日のお楽しみにいいですか、どっちがいいですか、もうちょっとリップ濃い方が合うかもしれない、ヴァンパイア赤リップのイメージがある、あれチャラリラリラン、チャラリラリラン、ラン、雰囲気みたい。じゃあちょっとだけ、あれどうなってんのか、前後ろどっちがどうなんだい、わからないよ、特にないのかな、あ、いやこっちか、こういう、こういうすごい急にハロウィンの世界にやってきた人みたいになってる、こういうのに、こういうマントがつきます、明日の私明日の私雰囲気ヴァンパイアちゃん一気に雰囲気を出す、服が重要だからやっぱり、どうなってんのこのマントは一体、よく分かってないぞ明日だけどよく分かってないんだ実は、まあでもこんな感じということで、はい、そういうことね、はいはい、ちょっと後で着てみます、ではでは、私のハロウィン清掃委員会でした
今日の配信途中から。うん、ハロウィン感じましたか？耳は生やさないし、牙もつけないかもしれません。うん、ちょっと面白い感じ、ね、急にネタないよ本当につけると。そう、ハロウィンの予行練習、そう今日ハロウィン予行練習でした。そう、なんか君肌すぎる。イエローベースすぎるこの肌、イエベ肌。もはやオレンジに見えるもん、面白すぎる。よし、あ、やばいやばい、ランキング言わないと。小さいハスタイナちゃんに噛まれたいでしょどうせ。ジュニヨシキさん、ヨシキさんのことが好きだそう。ジーチーツーさん、明日も楽しもうね、楽しもうね。ジーザッキーさん、俺だけを見てくれって感じかしら。一応だけ叶えてか、叶えた。キヤコツナさん、よにちよろしく。明日じゃない、よにちよろしくじゃない、明日よろしくだね、これよろしくね。ハッチートネコさん、トネコさんのことが好きだそう。7位読書の日くん、12日、誕生日、誕生日なのかい、本当かい。おめでとうだね、それは。6位、サマキさん、今日はありがとう。あ、結婚、告白。結婚のこと告白って、なんか告白してきた人だって私だけ。プロポーズしてきた人だ。5位セントキョタロウさん、エステホテットの中でおひなちゃんすごい、いやー嬉しい、ありがとう。4位ドリーさん、ハロウィーン研究、ハロウィーン研究会楽しかった、そう明日も楽しみ、また、そう明日も楽しみだね。さあ、ダイモンド5さん、明日よろしく。あら、マンジ、よろしく。ニポンタさん、明日楽しみにしてるよみたいな感じかしら。楽しみだね。そして1位が、トロロロパパーン、ホテタンの坂道グループイコールイケメンさんです。お、男女100回みたいっすね。すごい。おめでとうございます、それはそれは。はい、ということで。明日のハロウィンはこんな感じで、モリモリな、はい、アート作品を完成させていきたいなと思っております。やっぱりハロウィンはアートですので、はい、そう、楽しみにしててください。はい、大丈夫そうなんですか、不安だなこれ。このメイク不安だけど。まあまあまあ。ではでは、本日もスペシャルギフト、コメントたくさんありがとうございました。見てない皆さんごめんなさい。でも明日の配信では、読まれるかもしれませんので、まだフォローしない人は、ハートのボタン押して、フォローして、その配信また見に来てくださいね。そして Twitter、Instagram、TikTok をやっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。 TikTok の方では毎日ショール、あ、毎日写真集が発売するまでカウントダウンを行っております。ぜひぜひフォローして毎日カウントダウン見てくれると嬉しいでございます。写真集気になった人はですね、こちらから上の方を押すと Amazon さんに飛べて、下の方を押すとセブンネットさんに頼みますので、ぜひぜひ、はい、申し込んでね。
わかります写真集はですね、特設サイトから申し込むと私のサイン本付きプラスなんかいろんなボイスメッセージだったりとか特典付きのそう缶バッジだったりとか T シャツだったりとかなんかいろいろ特典付きのものも購入できますし、リアルイベントの方での購入は私と直接会いて直接ツーショットとか一緒に撮ったりアクスタとかドキュメンクラカマンとかの特典の方もありますので気になった方はぜひ調べてみたりひなちゃんのインスタグラムのハイライトか見てみてくださーい。見てくれよん見てくれよんということで皆さんのお申し込みお待ちしております。ではでは本日も公演昼夜ありがとうございました。見てくれた皆さん明日はオンライン話し会でヴァンパイアちゃんになりますのでぜひそうちょっとこういう感じで衣装ちょっとだけ当てただけでなんかちょっとほんと違う人になる。こういう感じで行っていくかなと思いますのでよろしくお願いします。では皆さん今日もあつぴよでした。バイバーイおやすみギャオ。今夜はあなたの血を吸いに行きますよ待っててくださいね。あつぴよ